落合博満氏の打撃における特徴の一つは、その力感のない軽く振っているかのように見えるスイングから繰り出されるホームランだが、しかしなぜ落合氏は軽く振っているようなスイングなのに、あれほどの飛距離を出すことができたのだろうか。今回はそのことについて話していきたいと思う。その前にまず落合氏のこの発言を聞いてもらいたい。私は2001年の春、横浜ベイスターズのキャンプで臨時コーチを任された。私がスイングを見た選手の一人に田村仁という入団7年目の外野手がいた。田村は2000年まで横浜の助っ人として活躍を続けていたロバート・ローズにそっくりな構え方をしていた。田村がなぜそうしたのか直接は聞いてない。私の想像だが、高い数字を残すローズの打ち方を毎日見ているうちに真似してやるようになったのだろう。模倣から入ってもそこから何かをつかめばいい。だから田村に接した私も、そのフォームはダメだからこうやって構えて打てというのではなく、ただひたすらバットを振らせた。振らせる量は半端ではない。2時間、3時間の間に1000から1500回振らせた。私の分析では、模倣したフォームで10時間に1000回振れといえばローズの形のままでできると思う。しかし2時間に1000回 7.2 秒に1回以上振らなければならないとなれば、ローズを模倣した形では無理だ。なぜなら田村の体格でそのスイングをしていたら余分な力を使って疲れてしまうからだ。案の定、田村は次第に少しでも楽をして振れるように自分自身でフォームを変えていった。そして最終的にはローズのフォームの影も形もなくなって、田村自身が一番楽をして振れるフォームを掴んだのだ。これはまさしく現役時代の私のやり方だ。1時間でも2時間でも打撃投手か私のどちらかがへばるまで特打ちをやった。それができたのはお互いに余分な力が入らないからだ。だから田村に自分のスイングを理解させる場合も、ただひたすらに振らせればいいと考えた。結果、想像以上にフォームが変化した。というように、落合氏は横浜での臨時コーチ時代に、田村仁氏に2時間3時間バットを振らせることにより、ロバート・ローズ氏のスイングと似ていた田村氏のスイングを、余計な力を使わずに楽に振れる田村氏自身のスイングに変えさせたと言っており、また落合氏自身も現役時代そのような練習をしていたと言っている。要するに落合氏が力を入れずに軽く振っているように見えるスイングからホームランを打っていた理由の一つは、落合氏が数時間の間に何千本とボールを打つことにより余計な力を入れず楽に振れるフォームを作り上げていったからだった。そしてここからは個人的な見解になるが、この練習方法は野球をやっておられる方ならやってみる価値はかなりあると思う。もちろん次の日の朝のことを考えれば憂鬱な気分にならなくもないが、自分の打撃フォームを見つけるためにはとてつもなく価値のある練習方法だと私は思う。なぜなら落合氏が言うように、数時間のうちにバットを何千回も振れば振る力が弱まってくるので、余計なところに力が入らなくなる。余計なところに力が入らなくなるということは、効率よいスイングをしなければならないということなので、バットがボールに与える力が強くなるスイングを身につけることができる上に、自身のスイングを身につけることができる。なのでこの 2,3 時間の間に1000から1500本バットを振るという練習はとてつもなく価値がある練習だと私は思う。ただ楽に振ろうとしすぎて、いわゆる振り遅れやすい大振りになったり、だらけてただ振るだけの意味のない練習になる可能性もあるので、
そのあたりは個人の集中力とやる気が求められる練習だとは思うが、本気でもっとボールを遠くへ飛ばしたいと考えておられる方なら、素振りでもいいのでやってみればかなり価値のある練習になるのではないかと私は思う。いずれにせよ、落合氏が力感なく軽く振っているかのように見えるスイングからホームランを打てたのは、落合氏が血の滲むような練習をしていたからだった。この人は鍛錬を積み重ね、技術を習得していった職人だ。